はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。もうすでに酔っ払ってるんですが、酔った勢いでまたね、ちょっと、飲んでいきたいと思います。今回は、日本酒。腰の影虎、確かこれ影虎って読むはずの生酒、生酒、本醸造、生酒と。蔵出し生酒とは、酒通が憧れる寒中絞りの生原酒です。従来市販が困難とされていたこの新鮮な福育樽、福育樽風味を心を込めてお届けいたします。船から流れ出たそのままのお酒が缶詰されます。一切の加熱処理をしていませんので、なるべく早く、冷やのままお召し上がりください。アルコール度数が15度以上、16度未満。原材料が、米過去国産、米麹過去国産米。あと、醸造アルコール。精米部合 65%。でね、安定のね、ここにね、なるべく早くお召し上がりくださいと書いてあるけど、残念ながらですね、安定の賞味期限というか、賞味期限はないんですが、これ製造年月日が25年の2月、蔵出し年月日が25年の6月とかになってますけど、まあ、製造年月日が2月だから、今9月、今10月だな。8ヶ月ぐらい過ぎてます。で、冷やしてお召し上がりくださいとね。なんかね、この缶の蓋のところにこうね、なんか入ってて、この紙。フルーティーな香りをお楽しみください。書いてある。もうね、冷やしてお召し上がりくださいよね。もう何回か書いてあるんですが。うん。で、ここにね、なんかいろいろ書いてあります。腰の影虎、生酒。蔵人たちが寒冷の木に、雪の山里で静かに、なんとかし、仕上がった酒を生原酒のまま、生詰めしたお酒です。辛口でありながら辛さを感じさせない特徴と、純税の特徴で、詰めた後、時が経つにつれ四季折々の味と香りがお楽しみいただけると思います。末永くご愛飲をお願い申し上げます。冷やのまま、または冷やしてお召し上がりくださいと書いてあるんですが、これもですね、新潟県のお酒です。新潟県長岡市の、北なんてらかんちゃらの、諸橋酒造株式会社。書いてあるんですが、聞いたことない。まあ、新潟県の長岡市。腰の影虎、ここにですね。はい。ここにね。見えづらいと思うんですけど、養霊像って書いてあるんです。ね。養霊像なんですけど、普通に常温で保存してたっていう。大丈夫かなと思うんですけど、まあ、知ったこっちゃない。もはや知ったこっちゃないっていう。状態なんですね。うん。まあ、腰の影虎っていうと、新潟県だとかなり有名な日本酒なんですね、これね。うん。大丈夫かなと思うんですが、まあ、知らん。で、今日のつまみがですね、はい。これ、俺のね、酒動画で初登場のくせに、実は大好きだと。じゃん。これ、なんだかわかります？特納って書いてあるんですけど、男前戸。ここにね、男って書いてあるんですけど、豆腐です。男前豆腐っていう。まあ、これ3分割、3個に、これが3つついてて100円だったんですけど、男前豆腐っていう豆腐なんですけど、すごい美味しいです、これ。特納って書いてあるだけあって、ものすごい、もう大豆の味がね、ダイレクトに来る。まあ、ご託はいいんで、
飲んでいきたいと思います。確かね、これ、コシノカゲトラっていう、コシノカゲトラって読むんです。これ、カゲトラって読むんです。確か。ちょっとググってみましょうか。確か、コシノカゲトラ。カゲトラって読むんですよね。コシノカゲトラ。トラでググります。ひらがなで。ググると、やっぱこれで出てくるんで、おそらくコシノカゲトラと。じゃあ、いただきたいと思います。乾杯。これ常温です。冷やで飲めとかって書いてるけど。とりあえず俺常温で飲みます。乾杯。ああ。甘いですね。うん。うん。これ個人的にやっぱね、全体的にね、日本酒はね、冷たいよか、俺、やっぱり、普通に飲んだ方が好きなんですよ。常温で。ここに、これ200ml なんですけど、コシノカゲトラはね、かなり有名なんですが、サイトに行っても特にこれが、載ってはいないですね。このカップ酒は、このカップのほら、アルミ缶のやつはちょっと、あんまり売ってないのかな。まあね、新潟県限定、まあ新潟県のお酒ですから、まあ他の県では売ってないと思うんですが。コシノカゲトラ。まあコシノ完売って、まあ有名なんですけど、それのコシノの完売ではなくカゲトラと。カップ酒がですね、まあ、新潟県で有名と。カップ酒でググってみましょうか。うん。あのね、これのね、ほら、いわゆる普通のガラス瓶のやつもあるんですけど、あ、あったあった。カップ酒、ギャラリーという、まあ、ブログですね。ブログの人がこれを紹介しています。絞りと、あ、まあいいや、これはいいわ。劣化の少ない缶酒。うん。あ、美味しいですね、やっぱりね。やっぱね、常温で飲むことによって、なんか、何なんだろうね。俺もわかんない。なんか、冷やで飲むよか、俺常温が好きなんですよ、基本的に。うん。で、こちら、日本酒度がプラス5です。プラス5ということは、ま、ね、辛口となってるんですが、全然甘いです。もうプラス2か3ぐらい、いわゆる、前飲んだ船口の菊水のあれと同じようなもんですね。甘口ですね、全然ね。うん。あれ、プラスって甘口じゃないよな。あれ、本来、プラスって、ま、辛口のはずなんだけど、全然辛いんです。辛口のはずなんだけど、甘いんですけど、あれれという感じです。はい。うん。あ、でも大丈夫だ。ここに保存方法、常温保存って書いてある。どっかのサイトに。楽天市場のとこに書いてある。危ねえ、よかった。越後、とちおの、名酒、コシノカゲトラ。うん。なるほどね。これをコシノカゲトラと読むのがちょっと、ぶっちゃけちょっと、カゲトラですからね。景色の部分を影と読む。
風景の景かな。うん。ちょっと変わってますけどね。うん。うん。まあ、フルーティー。すごいフルーティーですね。全然辛口という感じは全くしない。個人的に。うん。うん。それでいて、あんまりコクが深くない。俺結構ね、日本酒、酒好きとかって言ってるけど、日本酒はね、正直、あんまり好きではないんです。うん。好きではないんですが、何が嫌いかっていうとね、やっぱり、コクですよね。逆に。コクが嫌いなんですよ。深みみたいな。味の残るの。だから、スッキリとしたのだと結構美味しい。結構、まあ、うん、飲めるんですけど。まあ、そういう意味でやっぱり、うん。これは割と口に残らない。後に残らない系の、でも甘口みたいな。それじゃあ、この豆腐食べてみます。もう一個食べたんですけど、こちら、男前豆腐。まあ、男前豆腐でもちょっとググってみますけど、男前豆腐はですね、普通に、スーパーで売ってます。が、こちらがですね、まあ、かなり人気なのか、普通にですね、もう、スーパーのですね、豆腐コーナーにですね、俺の行ったスーパーだと、もう、いわゆる、なんか看板みたいなのが立てられてて、ここに男前豆腐ありますよ、みたいな感じで、大々的にね、報道されてたっていう。そしてですね、驚くべきことに、こちら、この作ってる会社がですね、男前豆腐店株式会社。むちゃくちゃな名前なんです。はあ、すごいんです。で、こちらのサイトに行くとすごい、むちゃくちゃなんですけど、むちゃくちゃなね、豆腐のあれとは思えないことになってるんですが、ちょっと見てみましょう。なんかすっごい重い。重いからやめよう。まあ、俺が飲んでるのが、もう、あ、間違えた。とりあえず、この男前豆腐店のですね、豆腐はすっごい種類が結構あって、もう、いわゆるこの見た目がね、ものすごいんです。名前もすごいんですけど、風に吹かれて豆腐屋ジョニーっていう名前の豆腐があったりですね、顔がね、すごい感じのね、まあ、普通にスーパーに行けばわかると思います。豆腐のところ行けば。うん。豆腐のね、コーナー行ってみてください。とにかく、すごいです。この豆腐がいかに、ね、売れてるかっていうのがわかる。それじゃあ、一口、いただきたいと思います。こちらですね。何もつけないで、醤油もかけないで食べます。うん。もうね。あーって感じ。もうね、なんか、クリーミー。なおかつ、濃厚。でね、大豆っていう味がする。もう。俺が大阪に住んでた時に、これ初めて発見して、で、うまさに感激しましたね。うめえと。これはうまいと。もうとにかくここに書いてある、特濃って書いてあるんですけど、もう、濃いんですよ。うん。俺別にね、豆腐が好きなわけじゃないんですけど、これはね、
いわゆる、日本酒には豆腐合うと思います。で、いろいろ種類があるんですよね。とにかく、種類が豊富なんですよ、この男前豆腐。冷ややっこがあったり、なんか、ね、見た目もなんかすごい名前のね、豆腐だったりとか、まあ、ちょっと高いんですけどね。まあ、高いと言っても、まあ、100円でこれが3つついてくるんですから、まあ、問題はないでしょう。うん。とにかくインパクトがある。まず、見た目が。その、豆腐の、とは思えないっていう。豆腐ってほら、なんか、ね。まあでも、結局高いんですね。普通の豆腐よりか多分、グラム的に言うと、もう、下手したら3、4倍、5倍ぐらいする。だって本当にさ、超安い、いわゆる豆腐ってさ、やっぱほら、ね、30円ぐらいで売ってるでしょ。ああいう豆腐って。ね。うん。まあなんで、まあそれに比べてあれなんですけど。俺が確か最初に買ったのは、男の三連ちゃんっていう、やつなんですけど。これね、初めての食ってね、うまかったなぁ。まあ、これと同じく3個ついてるやつですね。これうまいんですよ。無駄になんかね、顔がね、男前の顔がついてるんですけど、表示、書いてあるんですけど、これがね、目に引くよね。目を引くよね。すごい。大体男前豆腐、店株式会社ってすごい名前ですよ。うん。まあだから、豆腐をなんかほら、酒のつまみに食べたいときはやっぱりこれが一番だと俺は思いますね。これは。うん。結構100円でこれ3つですから。うん。これですよ。こんな感じの。あれ。止まった。こんな感じの。こんな感じの。これぐらいのデカさ。うん。なんで、まあっていう感じですよ。別に。つまみとして食べる分には全く問題ない。レベルですね。やっぱり豆腐をつまみにするとすると、やっぱり、あれでしょう。まあ日本酒とか。が合うんじゃないですかね。ちょっと、醤油かけましたけどね。醤油をかけまして。はい。こんな感じになってます。はい。ね。これがですね、うまいんです。やっぱり。うん。今後、いろいろと買ってみたいと思います。この、男前豆腐店のね。うん。この越の影虎も、まあ、結構、すっきりしたタイプの、やつで、割と美味しいですね。うん。少なくとも、あっちよかは好きです。なんだっけ。なんだっけ。なんだっけ。前飲んだ、ほら、あれ。あれよか好きですね。船口の、キック水のやつとか。まあ、こっちの方が、コクがないんで、すっきりとしたタイプのやつなんで、美味しいです。うん。美味しいですっていうか、だって常温でこれですからね。いわゆる。常温で俺でも全然飲めるタイプのに、あれですから。あ、まずいなって思わないぐらいの。俺結構ほら、さっき言った通り日本酒は嫌いなんで、うん。で、なんで日本酒嫌いなのにこんな買ってるのっていう話なんですけど。まあ、日本酒が嫌いなのに買ってる理由はただ単に、俺が新潟県に住んでるからです。俺が北海道住みだったら絶対買ってないですね。なぜならやっぱり新潟県に住んでるから。
新潟県はやっぱり、ね、日本酒がほら、もう日本酒の第一人者みたいになってるでしょ。新潟県が。だからもう、やっぱり、ここに生まれた以上、やっぱりうまい酒は飲んどかないとっていう。もったいない。結局。ね。そうだろ。じゃあお前なんで、ね、北海道に住んでて、お前海鮮丼が嫌いとかいう人間いるか？いや、いるとは思うけど、食ったことない人間いないだろ。絶対。もったいないで、絶対。うん。その土地土地のうまいものを食わないっていうのはもったいないです。ああ。でね、男前豆腐店のね、ウィキペディアまでね、あるんですけど、まあ、これはちょっと省略させていただきますが、本当にね、この男前豆腐店は本当にすごいです。何がすごいって、そうだな。やっぱり豆腐っていう、その、なんか、なんていうの？なんか、豆腐って言ったらほら、味噌汁に入れるイメージしかないでしょ。そのまま食べるってイメージがないわけですよ。そんなの、それなのに、なんかそのまま食べるっていう、その、そのまま食べるとこんなにうまいなっていう。いや、むしろそのまま食べることにより、じゃあ、そのまま食べることを重視した豆腐を、その新鮮な、いかにこの豆腐っていうのがこう、ここまでクリーミーだったのかっていう、うまいのかっていう、こんな味がするのかっていうのを分からしてくれる商品が充実している。今回無駄に語っていきます。もうだって、俺このバッグに見えるんですけど、これ。と、これ。炭酸水ね。これで分かった通りですね。もうすでにハイボールを何杯飲んだ ?3 杯ぐらい飲んだ。3杯飲んでるね。ハイボール、うん。ハイボール3杯飲んでますからね。っていうわけです。うん。もうすでに酔っ払いし、まくってますんで。うん。もうね。うん。まあ、とにかく、多分、豆腐屋コーナー行ったらすごいですよ。ここだけめっちゃ充実してるから、この豆腐だけ。異常に。異常にね、この男前豆腐店のね、あれが異常にね、なんか、クオリティが高い。だけど、クオリティが高いんだけど、なんか見た目はちょっと風変わりなんだよね。うん。うん。うまいね。だって甘さがあるもん、豆腐に。びっくりするほど甘さがある。そのまま食べることによって甘さがある。豆腐っていうのはなかなかない。うん。これはね、豆腐を俺、そこまで詳しくないけど、本当に、なんかほら、一概に豆腐って言っても、ね、いろいろ種類があるでしょ。その種類をね、ものすごい。とにかく。種類を、なんかほら、難しいな。非常に難しいんだな。冷ややっこもあれば、絹ごし豆腐もあるし、ね、なんか、そういう系ですよ、結局。言ってもわかんないと思うけど、まあいいわ。うん。わかんないと思う、多分。とにかく、そういう種類がある、豆腐にも。
やっぱ柔らかさとか、その粗さとか、そういう、なんかいろいろそのね、あるじゃん。マジ、男前豆腐で画像ググると、すごいですよ。何これと。びっくり。さすが男前と。何を言ってるかわからんけど、とりあえずすごいと。もうなんかこれが、きっかけで、豆腐が好きになりそうな。豆腐が、なんか、あれになりそう。うますぎて、ビールのつまみとか、つまみになりそうな気が。今後の、つまみの事情を変えてくるぐらいの、あれですよ。うめえな。ここまで豆腐がつまみに合うんだっていうのを分からしてくれるよね。やば。それでいて割と安いっていう。割と安いっていうか豆腐にしては高いんですよ。いいですか。主婦の人はこの豆腐は多分買わないと思います。うん。だって高いんだもん。豆腐にしたら。豆腐にしたら高いんです。ただ、俺主婦じゃねえから。うん。例えばさ、ね。まあいいわ。ちょっと言うのやめたけど、正直豆腐って、ほら、もう安いイメージがあるわけですよ。ね。だって30円で買えるんだもん、普通にそこら辺のスーパーで。1丁30円とかで買えるんですよ。1丁どんぐらいか知らないですけど、少なくともこの男前豆腐の、3倍ぐらいの値段をします、グラム的に。あ、グラム換算で多分3倍はしますね。間違いない。少なく見積もっても3倍はする。だが、しかし。だが、しかし。俺は、何度も言うけど、主婦じゃないし、豆腐がどんだけ高いものかもほぼ知らないんです。で、あ、これが、これ3つですよ。何回も言うけど、これ3つで100円です。別に大して高くねえじゃん。てか安いじゃん。っていう感じするでしょ。ね？実際はグラム的にはめっちゃ高いのに、豆腐っていう部類でググるとね。ググるとじゃねえ。くくると。めっちゃ高いんだけど。だがしかし、実際100円なんです。ね。ということはです。つまみを探して、例えばこれ、まあ、ベビーチーズが、まあ大体120円ぐらいか。するから、ベビーチーズあれ4個で100円、120円ぐらいするからね。それよりか安いわけですよね。そう考えると、あれと。うん。あれあれと。言ってくるわけですよ。あれ？つまみにはちょうどいい量だし、酒のつまみにはね。ちょうどいい量で、あれ、うまいじゃん。うまいじゃんっていうか、めっちゃ酒にも合うじゃんと。あらららら、と。言ってくるわけですよ。ね？まあ、食ったことない人、マジ食ってみ、100円だから、お前。そこら辺のビールと、ビール絶対合うぞ、これ。これ、ビールにも合うな。これは。ああ。これ、ビールにも合うな。日本酒にも合ってる、今。現在。うん。まあ、合わないのはウイスキーとかは合わないと思うけど。まあ、ウイスキーは俺基本的に、つまみ飲まん、つまみ食わねえからな。ああ、これすげえな。でも、基本的に和食だから、
和食、豆腐ってこれは和でしょ。和だから、日本酒は和でしょ。だから合うんですよ。ビールが和ということでもないけど、まあ、ビールにもうまいでしょうね、これね。ああ。これうまいな。なんだかんだで。これやばいですよ。これで100円だもんな。なるほどね。これは売れるわけだわ。だってさ、売れるわけだわっていうかさ、やっぱり、それだけ売れてるんですよ。事実。なんでかっていうと、やっぱりほら、豆腐コーナーに、もうだって大々的にその、なんか、看板みたいのが付けられてね、看板っていうかまあ、いわゆるなんか、ね。俺の行ったスーパーで、だけどね。もうなんか男前豆腐店みたいな、なんかほら、プラスチックのなんか、わからんけど、段ボール箱みたいな、まあわからん。そういうなんかこう、ダガって書いてあって、それで売られてるわけですからね。全然あれでしょ。結局、そのシリーズが売れてないきゃ、そんなことできないわけですよ。うん。うん。男前豆腐店、豆乳ソフトクリームって。こんなのあんのかよ。俺ちなみに豆乳は大嫌いです。あは、言っちゃった。豆乳大嫌いです。あの、飲むとね、吐きそうになる。だけど、豆腐は好きっていうか、俺基本的にね、大体食うものに関してね、嫌いなものほぼないんですよ。ああ、うん。ほぼないです。言うなれば、二つぐらいあるけど、一つが豆乳。これはちょっと、なんか吐きそうになってくるね。飲むと。気持ち悪くなる。なんか。一つは豆乳。そして二つ目は、ゴーヤかな？うん。うん。なんかまずい。苦い。変な苦さ。俺ビールとか大好きや、苦いの大好きだけど、ゴーヤの苦さはなんかおかしいという感じなんですね。まあ別に食えなくもないんですけど、うん、っていう感じですね。まあゴーヤはまあ食えなくはないからあれだけど、豆乳はね、まあ、無理やり飲めって言えば、言われたら、飲んだら100万円って言われたら普通に飲むけど、なんかおかしいんだよね。うん。何かおかしい。なんか気分が悪くなってくる。吐き気がしてくる。なんか。豆乳は。まあ言うても、そんなメジャーじゃないでしょ、豆乳とか。はい、今日の朝食、豆乳、尽くしようとかないでしょ。だから全く問題ないです。日常生活で、ね、全く、嫌いなものはないです。うん。それがまあ自慢の一つですね。自慢です。うん。うん、嫌いなものがないってかなり自慢にはなります。で、あと、まあ、俺、あと嫌いなものって言っても、まあ、日本酒もう今飲んでんだけど、あんまり好きじゃないんですよね。まあ、だけど、まあ、別に飲めなくはない。から、まあ、問題ないんですけど。うん、まあ、そんな感じかな。あと、カフェオレ。これがあんまり苦手です。カフェオレ。あれと。俺、コーヒー大好きなんです。基本、ブラックしか飲みませんが。うん。自慢じゃないです。ブラックしか飲まないです。ほぼ。
ほぼ飲まないですけど、まあ砂糖入れたりとかもまあ問題ないですけど、うん。基本的にブラックしか飲まないんですね。で、そこに牛乳を足すとですね、何かおかしい、吐き気を催してくるんです。別に牛乳単品では別に、普通に美味しい、吐き気を催すこともないんですけど、なんかね、牛乳とね、コーヒーのブラックをね、足す、プラスさらに砂糖をそこに加えると、なんか、ウエってくるんですよね。ウエッと。で、そうですね。いわゆる、ミスド。ミスドありますよね。あそこ、おかわり自由じゃないですか。おかわり。おかわりが自由で、カフェオレを一回ね、頼んだことがあるんですけど。わーい、カフェオレ、おかわり自由だ、つってね。2、3杯飲んでたらね、気持ち悪くなってきたね。もうそっから嫌いになったんですね。なんか。カフェオレはダメですね。なんでなんだろうね。俺もよくわかんない。ということで、俺の好き嫌いを、まあ、だから、豆乳と、一番が多分豆乳と、カフェオレかな？ここら辺。これがね、まあ、多分1位豆乳です。俺が嫌いなの。豆乳嫌い。大嫌い。大嫌いってもなんかわけでもない。まあ、嫌いですね。2位が多分、カフェオレ。3位がゴーヤって感じです。3位と2位がちょっと、あれだな。微妙だけど。まあそんな感じですね。まあそんなこんなで全くわけわからん話をしましたが、まあそういうことです。まあ皆さん、特にね、誰だっけ。まあ俺の、このね、動画をね、なんかね、前コメントであったけどね。なんだっけ。なんか、晩酌に最適とか言って。晩酌にこの動画が最適らしいですよ。多分ちょっとおかしいと思うな、それな。この動画が晩酌に最適とか言われてるもんな。まあ、嬉しいんだけど、なんかほら、ちょっと照れちゃうよね。こんななんか、適当なこと言ってるね、人間は。でですね、関係ないけど、そうそう。ブラック、コーヒーのブラックが好きな人は、あれらしいですよ。なんだっけ。なんか、言いたいことをズバズバ言うらしいです。結構当たってる。当たってるね。結構ね。俺結構思ったこといい。ズバズバ言いますから。会社とかでね、嫌いな人間のことをズバズバ言いますからね。前ね、前ってか数日前にですね、その本人が、もうすぐそばにいるのに俺気づかないで、その人の、嫌いなことをめっちゃこうブワーって喋りまくって、でってそこにいんじゃんみたいな感じになったことがあって、そこにいんじゃんおいってなったことがあって、でその本人はあんまり喋らない、でも喋らないっていうか多分俺に対してね、すっごい多分あれなんだけど、でもあんまり俺に対してほぼ喋ってこないので、でも俺はだいぶ嫌いっぽいですね。まあ大体分かってたんだけど、なんかやけに俺にだけすっごいいろいろ言ってくるなと思ったんですよね。他の人にはすっごい、なんか他の人からするとその人はすっごい優しいよってみんな言うんですよね。その子人優しいよって言うんだけど、俺に
俺はね、その人を優しいことをされたことが一切ないんで、むしろな、怒られたことしかないんで、ね。ね、もういろいろ言われたことしかないんですよね。なので、まあ、そういうことですね。多分その人は多分俺のことが嫌いなんでしょうって。まあ、それはしょうがないですね。まあ、俺もその人のこと好きじゃないから。まあ、別に好きじゃないからって言っても、まあそこまで嫌いってわけでもないですけど、まあ、あんまり好きじゃないですね。なんか常にこう、ね、なんか、むっすーっとした感じの、むっすーっとした感じで いるんですよ、その人はね。むっすーっとしてて、なんか、常になんか、ド S みたいな、なんか、感じするんですよ。なんか、そういう感じ。まあ、いいわ。ああ、疲れた。ああ。で、全く関係ない話です。その人の話題で、ちょっとつなぎますけど、実はその人、猫が大好きでですね、噂によると、噂というか、まあ、その人の話に、まあ、他人から聞いた話によると、その人、女の人なんですよ。35歳ぐらいなんですけど、ね。まあ、結構若作りなんですよね。見た感じ30歳ぐらいの人なんですけど、その人ですね。猫が大好きで、まあ僕も猫大好きなんですけど、その人猫飼っててですね、自分の食べるものよか猫の餌の方が高級だと、いう無茶苦茶なことを言い始めてですね。まあ俺はちょっとそれはね、おかしいだろそれって。それしつけがなってね、と俺言ったんですよ。別な人にね。その別の人もその人と同感で、自分の食べ物よかは、その猫に金かけてるみたいな感じを言ってたんで、それおかしいやろそれ、つって。それちょっとしつけなんてね、と。俺が言ったらですね、その女の人がその人にことづけしましてですね、ね。ね。俺くんが、なんか、ね。しつけなってねえって言ってたよって言ったらしいんですよ。ね。そしたらその人が何て言ったかっていうと、あんな人にわかるわけねえって言ったらしいんですよ。あんな人に、なんか、ね。わかるわけねえ。あんな人っていうのは、まあ、俺のことですね。あんな人に、何がわかるかって言ったらしいです ね、ほぼ俺とその言った人には、ほぼ面識ないんですけど、面識ないっていうか、あんま喋んないんですけど、あんまっていうかもう、俺だって喋られたことあるけど、怒られた時に喋られた時しかないからな。雑談とかしないから、その人は。その人とはしないんで。ね。あんな人に何がわかるかって言ったらしいですね。まあ、ちょっと怖いですね。まあ。もうその人はね、どう見てもド S なんですけど、俺からするとド M に、あ、違う、違う、その他の人にはね、他の人からすると、その人はすっごい、なんか、ド M らしいです。なんかね、今までの恋愛事情で言うと、なんか、すっごい尽くすタイプらしいんですけど、どう考えてもド S にしか見えないです。俺からすると。もう俺に対してはめっちゃなんか言ってくる時もあるし、まあ、ほとんど言ってこないですけど、まあ言ってきたとしたらもう、結構、うんっていう感じで言ってくるんで まあ、ほぼ言ってこないですけど、たまに言ってくるときは、絶対怒ってくるんですよね。で、常にムスーっとした感じの表情で、なんか あれなんですよ。あれなんですよね。
そういうことですね。だから多分俺のこと嫌いなんでしょうねって思うんですけど、しょうがないそれは。俺結構ズガズガ言うから、まあ嫌いになるのも仕方ないですけどね。最近俺がなんか、ねえ、なんていうか、S か M かって言うと、なんか、俺は S っぽいです。S みたいですね。まあ、なんとなく分かってたんだけど、俺、事実、あんまり、いや、S か M かっていうと、いや、別に俺どっちもいいんだけど、ねっていう感じだったんですけど、なんかいろいろね、サイトでググるところによると、なんかほら、チェック項目、なんか質問、こういう人は S だとか、こういう人は M だっていう、チェック項目にこう、ペペペって入れてったら、普通に S だったんで、やっぱ俺 S なんかなと思ったんですけどね。うん。まあ、まあ別に M、まあ結局、ほら、S と M の人はやっぱり合うんじゃないかっていう話なんですけど、少なくともその人は M とは思えないんですよね。でもみんな S ではなく M って言うんですよ。その女の人はね。その女の人絶対 M だって言うんですけど、どう見ても S にしか見えない。ですよね。だから、まあ、いろいろあるなと。まあ、S か M かっていうと、俺は S っぽいです。ただ、一つ言うと、俺ちなみに昔の、自慢ではないんですけど、まあ自慢にはならないと思いますけど、前昔結構今まで付き合ってきた中で一番、まあ、好きだった、その彼女が、と、赤ちゃんプレイっていうのをしたことありますね。あんまりちょっと恥ずかしいんであれなんですけど、あんまり言いたくなかったんですけど、まあ、別に俺の会社の人もこの動画見てるわけでもねえし、どうでもいいかなっていう感じですけどね。赤ちゃんプレイしたことありまして、結構俺、割と多分自分で言うのもなんですけど、マザコンっぽいんですよね。割と。結構母親のことは好きなんで、まあ。でも男って結構みんな、ま、母親のことは好きなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いわゆる、マザコンでもないのかな。わかんないけど、まあ、少なくとも結構母親は好きなんですよね。まあ、なんだかんだ言って全然合ってないですけど。まあ、うちの母親はまあ、離婚したんで、うちの家庭はね、離婚して、で、母親とはちょっと別居してるっていう感じなんですけど。うちは父親と住んでる感じなんで、母親はまあ、別で、ちょっと、離れてるんですけどね。しばらくちょっと母親と会ってないんですけど。まあ結構母親の方が好きですけどね。まあ父親大嫌いですけど。まあそこら辺は置いといて。まあね。赤ちゃんプレイっていうのはですね。まあ具体的に言うと、俺がですね赤ちゃんになって、その女の子が、まあ母親になってですね。俺がバブーバブーとか言いながらですね、その女の子のおっぱいを吸うわけです。ね、はい。で、吸いながら、あれ、なんか、乳首立ってきたよーとかって言って、で、適当になんか、まあ、言葉攻めするわけです。ね。あれ、なんか、ママなんか乳首立ってきたよみたいな感じで言って、あれでもなんかあとなんか下の方もなんか濡れてきたんだけど、あれなんでとかって言って、そういう感じでね、
ちょっと言葉攻めをするって、のをしたことありますね。結構好きですね。あのプレイは結構好きです。あ、もうなんで、多分、まあ、S か M かっていうと、まあ、S 寄りなんだけど、多分別に M でも問題ないんじゃないかな、と思うんですけどね。うん。まあ、でも、少なくとも、俺が無知で打たれるのは絶対嫌ですね。絶対嫌ですね。俺は無知で打ちたいタイプなんで、もう、結構、会社ではね、結構、俺女大嫌いなんで、女大嫌いなんでっていうのもあれなんですけど、結構女の人は結構ね、恨みを持ってますんで、女の人には恨みを持ってますんで、なんかほら、だってさ、おかしくね？女の人だけさ、なんか結構軽い、なんか、体力仕事じゃねえ仕事をさ、させてさ、男だけ体力仕事させられんじゃん。で、腰とか痛めてさ、ふざけんなと。だけさ、無知で、お前、バッチバッチって、そのさ、女に対して、バッチェンバッチェンで思いっきりぶったたきたいんだよね。本気で。本気で、無知で。それをさ、いわゆる気持ちいいって思う人間が、まあ、俺がいるとはちょっと思えないんですけど、まあ、M って言ったらそう、いるんでしょうね。だから、まあ、そういう人間と出会えるんだったら、それで出会いたいですね。うん、で、思いっきり無知でぶったたいて、オラオラーっつって、とりあえず、もう、とりあえず攻撃しまくって、とりあえず、鬱憤を晴らしたいですね。鬱憤を晴らして、で、その人は、ほら、M だから、ほら、ね。嬉しいんでしょうね。そのよくわかんないです。ちなみに俺の母親はね、M らしいです。なんかね、前、わけわからんこと言ってた、なんか、なんだ。痛いのが、なんか気持ちいい、感覚になる時があるとか言って、わけわからんこと言ってたんだね。言っとったんだよね。あ、こいつ M だなと、ちょっと思ったんですけど。なんか痛いのってなんか、気持ちいいよね、とかって言ってたんですよ。はぁ、みたいな。わけわからんこと言ってんな、こいつ。理解しがたいことを言っとったんで、これが M かと思ったんですけど、まあね、そういう人もいるんですかね。俺にはちょっと理解しがたいんですけどね。まあいわゆるどうなんですかね。前LINE でアプリの LINE で出会った子はなんか、手首とか切ってましたけど。手首とか切ってる人間だったんですけどね。ここら辺の手首に、なんか、めっちゃなんか、カッターでじわじわじわってやって、なんか、文字とか彫ってましたけどね。わけわからんこと。あれが M なんかな？あれ M なんちゃうか？あれ M なんかな？なんか S っぽかったけどな。わかんないっすね。どうなんすかね。ああ、やっぱり、だって自分で自分を傷つけるってことはやっぱり M なんですかね。まあ多分、ただの M には俺はあんま興味ないっすね。ド M じゃないと。やっぱり。もうとにかく、超ド M な人に出会って、もうとりあえずね、ぶったたきたいんですね。あ、とりあえず、DV したいですね。DV。ドメスティックバイオレンスをかまして、ちょっと、それに近いことをしたいですね。でもその人は喜んでるみたいな。もうなんか、ほら、互いの利害が一致した感じね。そういう感じやってみたいですけどね。どうなんですかね。
そんな人いるんかな。でもまあ、世界は広いからそういう人もいなくもないんでしょうね。ただやっぱり、まあ、ぶっ叩いてるだけだとやっぱりほら、みんな多分、やっぱりほら、ね。絶対、なんかほら、飴とムチですよね。飴がないことにやっぱり、割とその、飴っていうのが大事で、ムチも大事だけど、やっぱり飴がないとやっぱり、ね、最終的にはみんな逃げていく感じで、まあ、最終的にも僕はその女の子に振られましたけどね。その赤ちゃんプレイしてた女の子にはもうなんかよくわかんないけど振られたんですよね。多分、俺が束縛しすぎたんか。うん。なんか俺が命令しまくって、なんか、ようわからん、ようわからんけど逃げてた感じ。ああ。絶対俺なんか命令しまくったんだよな。絶対。何々しろ、何々しろ、何々しろって言って。多分、飴を与えなかった結果、それ甘い、飴を与えなかった結果、そうなったっていう。ああ。でも、あの子は一番、な。まあ、ちなみに、舞って言うんですけど、倉木舞の、アーティストいるじゃないですか。倉木舞っていう、まあ、コナンの、結構主題歌で出してる。倉木舞っていう。女性のアーティストがいるんですけど、あの人の舞っていう字の、あれまんまの舞っていう子だったんですけど、あの人は、一番、なんかね、うん、まあ個人的には好きだったんですけどね。まあ残念ながら振られましたということで。うん。ということで、もう1時間近くなったんですけど、まあ、多分、あんまり言うのやめよう。よし。この生酒、結構、飲みやすくて、甘くて、結構美味しいです。ので、四つ星ですね。四つ星。うん、四つ星。日本酒にしてはかなり俺としては珍しい四つ星です。うん。これは、全然美味しい。うん。美味しいです。普通だったら俺三つ星、日本酒だと日本酒だと三つ星ぐらいしかつけないんですけど。うん。多分、常人だったらこれは、俺が普通の人だったら、五つ星をつけてるところなんですけど。まあ、俺が常人じゃないんで、日本酒嫌いなんで、一つ下げて、四つ星。四つ星。ということで。はい、ご視聴ありがとうございました。みんな、ね、男前豆腐店の、ね、まあ、とりあえず豆腐コーナー行ってみ。ね、豆腐コーナー。スーパーの豆腐コーナーみんな行ってみてください。そしたら絶対こういうの、わけわからんのあるから。わけわからん豆腐があるからね。みんな見てください。それではご視聴ありがとうございました。